込んでくる東、有永、松原のクロス、ヘディングシュート、バンダイ移籍後初ゴールを決めました。後半の立ち上がり、バンダイヒロキ、長野パルセイロでの初ゴール。5試合目にしてついに長野での初ゴールを挙げました。長野パルセイロ先制。松原のクロスボール、ドンピシャリ。47分、長野が先制に成功です。